こんばんは。今日はこちらの食材を使ったアサリのバター焼きに挑戦していきます。鍋を温めてバターを入れます。砂抜きをしたアサリを入れます。蓋をします。料理酒を入れます。みりんを入れます。塩を入れます。胡椒を入れます。蓋をします。北川博之特製アサリのバター焼きの完成です。旬のアサリを使ったバター焼き完成しました。早速いただいてみたいと思います。大型のアサリです。そのうまいよね、今日も大大成功です。